うしても皆さんに伝えたいことがあったので、今日無理をしてでも来ようと思ってきました。どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、裏パトーナドを連載しております。今日はですね、ノートが開催している創作大賞2024受賞式というものに向かっております。52,750 作品から、選んでいただいたようで、楽しみにしてやってきました。娘は泣き疲れて寝てます。はい、第一刻で向かっております。もう受賞式は始まってるんですけど、はい、撮影はマネージャーさんが行っておりまして、これはですね、ここからなぜか動画がすべてスローモーションになってるというですね、 Vlog 界の異端児、Vlog をマネージャー君が爆誕した瞬間でございます。この後のね、動画が受賞のスピーチとかも全部スローモーションで撮影されてるんですよね。これはね、Vlog 界に今激震が走ってると思うんですけど、ちょっとその関係で受賞式の画像がちょっと荒いかもしれないんですけど、ご了承ください。速度調整をめちゃくちゃいじりまくって元の状態に戻してます。はい。今日はね、もうこのまま娘抱っこしたまま登壇かなと思ってたんですけど、この後ね、ちゃんと椅子に座っていい子にしてくれました。ありがとう。はい。お花もらって、もう順番ね、着いたらすぐ、ちょっと順番変えてもらってたんでね、そのまま行きます。ちょっとね、YouTube 見てる人も含めてですけど、どうしても伝えたいことがあったんで、今日はね、登壇に頑張って来てますけども、はい、順番が、あ、ここでなぜかまた速度を戻す Vlog 界の異端児。ここからは創作漫画部門の発表です。週刊少年マガジン賞を受賞したのは、カッピーさん、絶対信じない。記念写真を撮影いたします。今回の受賞作に週刊少年マガジンは、漫画は表現か、それとも商品か、正解のない問いに対するカッピーさんの回答が痛いほどに伝わってきましたとコメントを寄せています。これまでのカッピーさんのキャリアが詰まったような作品での受賞、おめでとうございます。今日の気持ちをお願いします。はい、ありがとうございます。今日ね、ちょっと来れるか怪しい雰囲気が漂ってて、娘を迎えに行ったら久々にスーツ着たんで、なんで私はスーツじゃないんだっていうので、ね、ギャン泣きされてしまってちょっと娘に恥をかかしてしまったなと反省してるんですが、ただちょっとどうしても皆さんに伝えたいことがあったので、今日無理をしてでも来ようと思ってきました。この作品は売れない漫画家がもう一度再起するっていう、そういう漫画家の葛藤、悩みを書いた作品なんですけど、まあ、本が売れない辛さとかそういうのを全部詰め込んだつもりです。で、今日どうしても伝えたかったことというのは、左利きのエレンって私の作品が今1巻から20巻全部0円で Kindle でそれをぜひ皆さんに今日帰りにポチってほしいなと思って、やってまいりました。皆さん両方とも作品よろしくお願いします。ありがとうございました。続いては創作漫画部門での3つの賞を同時に発表いたします。創作大賞って漫画以外にもいろんな賞があるんで、ぜひチェックしてみてください。皆さん受賞おめでとうございます。なぜかビュッフェをね、撮るとこだけ画質が安定してるんですよね。カッピー撮るよりビュッフェだと肉いやー、本当にいろんな人と名刺交換とかさせていただいて、まあ、サインも書かせていただいて、とても楽しい回でございました。絶対信じないっていう作品は今ノートでも公開してるんで、よかったらぜひ読んでください。 Kindle もあるんですけど、ちょっともしかしたらこの後受賞によって出版社から出版することになるかもしれないので、ちょっとねその辺まだこれから打ち合わせがあるんですけども、もしかしたらちょっと
見れなくなるかもしれないんで、もし見たいという人は早めにノートなり Kindle なりで読んでおいていただけると嬉しいです。まあ左利きのエレン書いてる最中にまあいろいろね悩むことがあって、まあその全ての悩み、まあ胸に抱えていたものを全部吐き出した作品がこの今回受賞した絶対信じないという作品になりますので、ぜひ読んでほしいなと思っております。まあその主人公のね緑さんを今書いてるんですけど、ちょっとねこれ耳書くの忘れました。あの盲目のキャラクターなのであの耳を出してるっていう設定だったんですけど、ちょっとそれを完全に忘れていたという。はい、わー嬉しいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろんなもう名刺がなくなりましたね。なくなりましたね。二人とも名刺がすっからかになって、いろんな人と名刺交換させてもらったりお話しさせていただいて、はい、楽しかったね、そらちゃんね。ねいい子だったなぁ、あったなぁ。あ、顔映さなくていいです。はい。ちょっとね、顔出し NG なんで、ね、タレントなんで、ね。じゃあ、後で顔スタンプをしたい。顔スタンプを押すね。うん、はい。あれってさ、本、だからこっからさ、その、受賞した、その、作家さん、いや、出版社とさ、はい、打ち合わせさせてもらって、はい、まあ、書籍化目指すってことだもんな。うん、そうですよね。そういう認識であってるね。多分、うん、知らねえか。誰も知らない。誰も知らない。とにかく、少年マガジン、週刊少年マガジンとの、その、まあ、パイプができたんで、こっから、なんかね、実を結べたらいいなと思ってます。はい。今日はちょっと Vlog みたいな感じなんですけど、とりあえずまあ、このチャンネルでは引き続き漫画のこと、漫画家の活動のことなどを発信していくので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと左利きのエレン今1巻から20巻セールです。コメント、コメント、買ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。